ナオスエバディ、どうもなんちゃんです。はい、どうも、画面のぐちです。はい、ということでここはですね、グルガオンの MG ロード沿いにある、はいはいはい、ストリート。いや、すごいよこれ。だってもうドローンからのストリートに、はい、今来てますということでですね、はい、ちょっとですね、ここ実は来たのがですね、俺の MacBook Pro が壊れちゃって。そうですね、あの一昨日の夜に急に画面がつかなくなっちゃっていや緊急事態ですよ。いやマジでやばいんだよで、チャロブラの動画とかさ、俺の個人チャンネルの動画とかさ、うん、もう全部入ってるから、うん、それが消えちゃうと、もう過去編集してたやつとか、もうこれから編集しないといけない動画とかも全部パーになっちゃうから。本当ですか。どうしても直さないといけないということで、はい、僕思ったんですよ、はいはい、インドって IT 大国じゃないですか、はい、インド人に直せないものってないと思うんですよ僕。ああ、なるほどね。そう。じゃあよくさ、インド人って何でも直せるみたいなさ、うん、言うじゃん、うん、IT 大国でみたいな。そうですね、うん、だからもうこの際、僕の壊れたこの MacBook を使って、はいはい、インド人は本当に IT のプロなのか、なるほど、っていうのをちょっと検証してみようかなと、はい、なるほど、思ってるんですよ。いやこれ直せないとマジでね、マラブラの運命がかかってますから。マジやばい、頼みますよインド人直せなかったらこの動画も上がらないかもしれないからそうだね、そもそももう開き直って、今はとりあえずちょっと これからお店を紹介してもらったんで、はい、行ってみようかなと思ってます。はい、行きましょう。では行きましょう。チャロチャロ。チャロブラ。今回行くのがあそこのザイオンって書いてるところがあるんですけど、ザイオンテクノロジーズっていう、いやマジであれいわゆるさ、寝るプレイスみたいなのさ、はいはいはい、有名じゃん。電気街ですね。そうそうそう、あのインドの秋葉原って呼ばれてるところなんですけど、はいはいはい、そこはそこですごいんですよ。あのここよりももっとごった返していて。そうね、さすがに僕の全てが詰まってる情報をそこにやるのがいかなっていうのが、なるほど、ありましてですね。ただこれでもしなんちゃんが本当に無事治ったら、これおすすめできますね。そうそうそう、だから僕2年間インド住んでて、いろんな人になんか パソコン壊れたとかどうやって治すみたいな、うん、たまに聞かれるんですけど、うん、結局俺の知ってるのって寝るプレイスぐらいしか情報がないから。なるほど。なんか他はないかなっていうで、まあこう手の検証ですねで一応ここ Mac 専用で Mac の動画が一応入ってるチールやはい、マジでここ大丈夫？そういうことで、はい、うおぉ、チャロブラ。ナマステ、はい、ナマステ、はい、そう、アクションなんか直せそうな感じです。いやどう思います？治ると思いますこれ？いやー、けどなんか俺は何でもいけるぜばりのことを言ってたよ、ね、アップル製品なら何でも任せるみたいな。いやけど直してもらわないとちょっと困るんで、お願いするしかないよね。ああ、そうね。インド人は IT の天才ですから。そうですね。ゼロを生み出したインド人ですから。ゼロ。いけないわけはないと私は思っていて、それぐらいちょっと期待はしてます。てか、本当に死活問題ですかね。なんちゃん言われて、命の次に大事でしょ。そう。必ずパソコン片手に行動してるので。ああ、じゃあパソコンない生活なんてもうもはや考えられないね。もうついに英語の勉強始めた。おお、すげえ。なんかこうなったの。初めて見た。まずは綺麗にしてね。すっげえスナイプね。まあ俺だってこのパソコンと俺付き合い長いもん。俺いろんなところ旅行行ってるけど必ずこいつ連れてってたもん。やれアフリカだとかさ。はい、彼女ですね。いやそうそうそう、もうマジそのレベル。結構真っ黒の中ってこんな精密なんだね。もうヒーローね。こんな綺麗パキって大丈夫なのかな。 What is it?バッテリーコネクト。 OK、 ここであのシャラブラ視聴者はインド人のその
スキルがどれぐらいのものかっていうのは、ね、これで成功したら、わあインド人すげえってなるよね。なるなるなる。俺もなるもん。いやー、What's your name? ビカス。ビカス。ビカスさん。頼れそうな人ですね。いいでしょ？ちょっと待って。ちょっと？なんだ？どうやらディスプレイコネクタ定期装置なんで、これ本当達人っていうかあれだね、職人みたいな感じです。すごいね。だってこれもさ、どれこに何があるって知ってないとさ、うん、できないもん。これでもう一回多分あの電池入れると思う。マジかすけど。これで入ったらハイタッチだわ。さあハイタッチの瞬間が見れるのか。これつかないっていうことが往々にしてあるのいいのか。だけど俺は彼を信頼してるよ。信頼したいんだけどさ、さあ運命の瞬間が来るぞ。来い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 。さあ、本当かな。やっぱ来ないですね。I think it's a motherboard display ICG SUS and I think maybe your LCD is damaged, but I'm not sure. Mm-hmm. We first diagnose the display ICs. Mm-hmm. Display ICs and display light ICs also. Mm-hmm. So we take around 1 to 2 days time. So you need to check more. You need the time. Yeah, it's a component level mm-hmm. process. Okay. The costing is complete LCD costing is $27,500. 27,000. おお、なかなか高い。高いな。11,000でも高いんじゃないですか。さあどうする。まあ、anyway, you need to check first, right? That's the issue. And then I will get the information which is what is the cost and what time will be the like, if you are in the data, right? Yeah. So after getting this information, I will decide. Yeah. This PC is very bahat important. So all data is here. I trust you. ということで、僕の PC はミカスに託しました。めっちゃ手振る。Hope the best。 いやー、ということで渡したけど大丈夫か。まあしっかりしてそうだし、もう渡してしまったから俺は信じるしかない。そうね、信じるしかない、はい、こればっかりは。はい、ということで多分 1週間後とか5日後とかです。はい、ということであれから数日が経って連絡が来て治ったという連絡が来たので、早速ここ入ってみたいと思います。仕事終わりに今来てます。348、はい、So actually I have to leave soon, so yeah, please check out.Okay, so thank you so much. So can I see my laptop first? Yeah. Oh yeah. My God, thank you so much. What is the issue? What, motherboard? Display IC is motherboard, yeah. Okay, so can I try to type in my password? Okay, seems good, yeah.Thank you so much, because and then finally I can upload my video to YouTube. Yeah, and my video also. Yes, yes, exactly. Okay, thank you. Oh, come on. Thank you so much. So can I get it 10,500, please? Yeah. はい、ということで、無事治りました。よかった。Thank you. Bye bye.いやー、よかった、治った。これで編集ができる。これから帰ってまた編集始めます。1万ルピーがちょっと安いか高いか分かんないですけど、まあ、とりあえずデータが無事
生きててまたディスプレイがついたということで良かったです。ここおすすめなのでこのザイオンテクノロジーさんぜひ来てください、グルガオン会社の皆さん。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。